こんにちは、お肉です。今回は、20がまさかのあの時にすごい番組に出演することが決まったということで、皆さんにお話ししていこうと思います。ということで、今回で20が何の番組に出演が決まったかと言いますと、これめちゃめちゃすごいことなんですけど、なんと日にちが12月31日に、 韓国の MBC で放送される大晦日恒例の音楽祭 2023MBC 歌謡大祭典のラインナップに、はい、20がなんと入ってきました。で、これね、何がすごいかっていうと、シャイニーさんと少女時代が、え ?MC? ということで、出てるのは 2PM さんとか、全部がすごいメンツなんですけど、イッチさんだったりとか、あとエンミックス、シャイニー、 ストレイキッズ、ツワイさんは出ないのかなで、あと、ゼロベースワン、ケプラ、などなど、すごいね、出演者なんですが、もうめっちゃいるんですよ。なんですけど、この大晦日の祭典に、NiziU が出演するということで、これさ、夜じゃん、きっと。まあ、多分、その日本でいう紅白がこの MBC じゃんで、考えた時に、NiziU は日本も韓国もどっちもの紅白に出るみたいな感じになります。すごいもうほんとなんか感動しちゃうって感じなんですけど、 まあね、普通に現実的に考えて NiziU は紅白で日本に来るはずなので、まあさすがに TWICE さんの時みたいながチャーター機みたいなのがなければ、多分その韓国のは中継になるのかなさすがにって思ってるね。多分どっちもに出るのってストリーキッ さんんとかなのかななのって考えたらどううするんだろうねもしかしたらストレイキッズさんと一緒に、なんかストレイキッズさんとかだったらチャーター機もしかしたらさ、用意されてる可能性あるのかなと思ったら、わかんないね。もしかしたらスキズさんは日本が中継かもしんないし、みたいな感じで、どっちがどっちにすんのみたいな感じなんですけど、もしかしたら全然中継の可能性もあると思いますので、いや、これは楽しみ。でも本当にその、どっち、 ちものこの年末番組に出れるまで行ったっていうのがやっぱりこの韓国デビューしたからっていうのもあると思うので来年も積極的にいろんなね海外活動を続けていくんじゃないかなということではいちょっとこれビッグすぎるニュースでびっくりしたしはいちょっとしかも日にち的にもかなりびっくりしたんですがはいもうね紅白も決まってるしということでまたね今年も番組にこんな韓国のまた出れると思ってなかったんですけど二重が出演するの本当に嬉しいなということで皆さんの今回の二重が MBC のこの番組に出ることについての感想をコメントに書いていただけたら嬉しいです。私もこれから20についてね、もっともっといろんな情報とか20についての動画出していきますのでよろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。